絶対やった方がいいから、柴崎スペシャル。はい、皆さんこんにちは、柴崎です。今回もね、また超基礎編のお勉強の時間になりました。今回のテーマはね、この丸筆をこの先ですね、ここをバサバサにして描く表現です。ね、でもこれ前回草をこれで描きましたよね。その時にね、コメントをいただきまして、筆先をそんなことにして乱暴にしちゃってね、大丈夫なんですか？っていうご心配のコメントだったんですね。そりゃそうだよね。こんなになっちゃうんだもんね。そりゃダメだよね。大体、このね、筆ってのはとてもデリケートなもので、高い筆だとこの毛はね、リスの毛とか、天の毛だったりね、してとっても高価なんですね。そうだな、日本円だったら、このくらい太筆だったら、5万円ぐらいするかもしれない。アメリカドルだったら、500ドル。その筆を、こんなことしちゃって、そりゃダメでしょって、そういう考えになるよね。でもね、柴崎の筆は、日本円で2000円しないんですね。だから20ドルしないんですよ。なので柴崎は心配なくて使います。ね、今日はどうしてもこのテクニックを教えたいからね。残念ながら5万円の筆を持ってるあなたも柴崎に付き合って今日だけバサバサしてみますかね、後でごめんねって筆に謝ってください。さあ、それではこの筆を使ってバサバサにしてどうするかやってみますね。とても今日はね、スペシャルのお勉強ですよ。はい、それでは画面の方に注目してください、はい、この筆ですね。ね、今普通筆ったらこうやってちゃんと揃えてるんですよね。もっとちゃんと普通してなきゃいけないね。もうこうなってね、もう尖ってるんだ。これをクーだよね。よし、何の色使うかな。もういつもね、形描いてみせるにやっぱりね、明るい色じゃダメなんだよね。髪が明るいからね。だからまたいい、この辺のブルーでいいですかね、プルシャンブルー。別にね、いつも同じ色使いたいわけじゃないんだけど、暗い色の方が分かりやすいからね。で、まずたっぷりと絵の具を濃いめに溶くんでしたね。これもいつも同じ約束です。たっぷりと濃いめに絵の具を溶く。さて、さあ溶いた。では、この筆をバサバサにしてみますよ。うん。ここでやって分かりにくいから、こっちでやるね。やりますよ。こう、まず筆を垂直気味に立てます。立てたら、ここに今こう握ってますよね。こうやって。そこのところを利用して、まず左に回す、右に回す、左に回す、もう一回回そうか、右に回す。ほら、こんな形になりました。この形が欲しいんだよね。では、もう一回こっちやるよ。これ、左、右、左、右。なったよね。これを、スッと持ってきます。こんなんなってんだから。すごいでしょ？さっきの筆だと全然形違うよね。これ、500ドルの筆だったら泣いちゃうね、きっとね。で、でもこの形は前回やったんだね。どんな風にやったか。こうやったよね。これで、草の集合を描いたんですよね。今回は違うんですよ。もう一回、左右、左右。今回はこれとは違うんです。筆の形は同じでもやり方違います。やってみせますよ。どうですか？全然違うでしょ？筆の形は同じだったのに全然違うよね。面白いでしょ？今までこんな風に書いたことある？
ないよね、多分ね。だって500度の筆だから。今日は500度の筆でも涙を流しながら頑張ってやってみよう。ほら、面白いよ、これ。すごいでしょ？全然今まで描いたことないような形が描けますね。しかも簡単に。うん。いいね。ちょっとね、ストレスが溜まった人はやってみようかね。もう、すっきりするから。ね。何見えるかな、これ。こう、じゃん。柴崎が、ちょっとね、床屋さんに行ってない頭みたいに見えるかな。まあ、何に見えるか。これをどう使うかで、あなたの工夫なんだけどね。うん。やっぱり、ね、僕はいろいろこんな表現ができるんですよってね、超基礎編で材料を皆さんにお渡ししますから。じゃあそれを使って私はこういうものに書いてみようとかね。それはあなただね。でも今日はほら、これだから。ね。で、この場合ね、まあ、筆にね、また種類があって、この筆のね、毛がね、柔らかいのとね、固めのがあるんですね。ここの筆ね、筆がこうね、ここが柔らかいの？それから結構硬いのがあるんですよ。どっちがいいかっていうとね、ちょっと固めの方がいいです。うん。柔らかめなのはね、筆がこう、最初バサッとこう、開くんですけど、開いたらね、そのまんまの形になっちゃうんだよね。なっちゃうから、こうやって、ドン、ドンってやった時に、こうやってね、ドンってやった時に、ドンって突き合っても、みんな同じ形になっちゃうんだよね。うん。ね。だから、これがね、少しここは固めのやつですと、ドーンってやった時にこれがバーッとこう開くんですけど、これがね、紙が離すと、これが少し閉じるんですね。だからまた次にドーンってやった時に、前のとはね、同じ形にならない可能性あるんですよ。その方が変化にとって面白いと思う。まあだけど、ね、腰の、ここの毛の柔らかいのでももちろんできるんだから、いろいろ工夫してやってみてくださいね。向かってみせますよ。これはね、あ、そうだ、だけどね、ちょっともう一回やってみせる。面白いでしょ？こうやったら垂直気味に筆を立てて、左、右、左、右、シャッと持ってきて、こうだよね。こう。もう、こうね、柴崎は結構簡単そうにやってるでしょ。ね。うん。でも自慢していいですか？柴崎は簡単そうにやってるものもね、今までも経験したと思うけど、やってみるとなかなかできないのもあるんですよ。だからみんなも努力しなきゃいけないんだけどね。これね、僕も生徒さんね、僕の生徒さんには必ずこういうことやらせるんだよ。大概できない。うん。多分あなたやってみて、最初、柴崎みたいにできないかもわかんない。できなかったら、なぜできないのかってちょっと原因を探ってみよう。同じ筆なんだから、必ずできるからね。できないのは人、あなたが悪いんだから原因があります。どうしてできないか、教えない。あなたが、ね、研究してやってみてください。でもとにかく、このね、もうこう重ねてもいいよね。色をこう重ねてもまた面白いですよ。あ、こうです。いいでしょ？面白いんだから。バサ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 。ですね。うん。もう筆、そんなことしてごめんねって筆謝りながら。でも、この筆は表現する道具。だから、どんなに高い筆だろうと、どんな安い筆だろうと、表現に役立たせなきゃ筆の意味がないんだよね。だってこんなの、なんか、大事に大事に飾っておくもんじゃないんだもん。だから、どんな高い筆だって、使ってあげよう。えい。パンパンパン。とかね。何しようか。ぐちゃ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 とかね。とにかく、そう表現する道具です。わかりましたか？そういうことだから、何万円だって何千だって関係ない。使いやすい筆を買わなきゃいけないね。高い筆だから上手に書けるなんてことはありえないです。そんなことは。うん。うん、話がどんどん違う方へ行きそうだからね。やめるけど。面白いでしょ、これ。絶対やった方がいいから。
もう柴崎がね、こんなに興奮して喋ってるのはね、これは多分他の人はこんな風に教えてないからだよね。これは柴崎は今勝手に名付けました。柴崎スペシャルで、柴崎スペシャルだからね、あなたもスペシャルをぜひお願いしますね。そして最初に言ったように、このタッチ、こういう表現を使って何を描くかはあなたが考えましょう。さあ、今日はね、柴崎スペシャルでしたね。筆先をバサバサに割って、泣きながら5枚の筆で書く。ね、今日これを見て、ぜひやってみたいだな。あるいは、いや、もうちょっとびっくりしちゃったよ。と、ね、思われた方は、評価と、そして、チャンネル登録もよろしくお願いします。今回もね、最後までお付き合いくださって、本当にありがとう。はい、それではまた。いかがでしたか？チャンネル登録もよろしくお願いします。